千歳くんはラムネ瓶の中2025年テレビアニメ化決定。さすがに来たということで、今回は千歳くんはラムネ瓶の中について話していこうと思います。第13回小学館ライトノベル大賞優秀賞を受賞して2019年に始まりまして、現在8巻まで発売しております。今月9巻が発売されますね。このライトノベルがすごい。でもアニメ化せず殿堂入りしまして、チラムネが抜けて今をときめくロシデレとか天使様がやっと1位を取れるところに上がったんですよね。それぐらい今現在完結していない恋愛ものの作品において最前線を走る作品でもあります。正直ラノベをよく読んでる方ならみんな読んだことあるんじゃないかって言っても過言ではない作品ですよね。今のラノベ界では胃の一番に紹介しないといけないと思うんですが、逆にみんな読んでるからこそ紹介してこなかったです。今更すぎて。ガガガ文庫の青春の傑作なので、俺ガイルや今期放送中の負けヒロインなんかと並んで話されたりしますが、中身は全く違いまして、圧倒的カーストトップのリア充の千歳くんが主人公の青春ストーリーなんですよね。これが始まった時はリア充の主人公ってなんだそれって話題になったんですが、ロシデレ後に銀髪ヒロインが増えたのと同じで、このチラムネを機に露骨にリア充主人公増えたんですよね。それぐらい中身もしっかり面白くてラノベ界に影響を与えている作品です。まあ売り上げとか人気とか実績含めたらそれはアニメ化するでしょうって感じなんですけど、僕は昔からアニメ化はかなり心配していまして、というのも読んでる方はねわかると思うんですけど、もう文章なんですよね。この作品はすごい漫画とかアニメ向きのキラキラ眩しくて甘いけども、それだけではない苦さもしっかりある素晴らしい青春をしてるんですけど、とにかく第一に来るのは文章なんですよね。もう文章が素晴らしくて、なんてことない風景とか天気を綴ったような一描写とかがキャラの心情とシンクロしていたり、小説という媒体だからこその繊細な心境の変化を何ページにもわたって描いてたりするんですよ。この圧倒的なキャラへの解像度を果たしてアニメでちゃんとやってくれるのかっていう心配がもう尽きない尽きない。あと結構スタートダッシュが遅いストーリーなので、そこもどうやるのか。メディア化自体は知名度も上がるしめちゃくちゃ嬉しいのは大前提なんですけど、頼むから素晴らしい制作会社さん当たってくれと祈るばかりです。もうチラムネこけるのはマジでやばいから。ここ最近だとロシデレとかマケインとかラノベラブコメの中でも一段抜けて人気がある作品はとてつもなく素晴らしい出来でアニメ化されてますので、チラムネもやってくれると期待してます。ということでチラムネのアニメ化について話していきました。なかなか発表がなくて、チラムネファンの中にはね、アニメ化まだかって言っていつも SNS で嘆いているポストもよく見かけましたよね。でもついにアニメ化になりますよ。おめでとうございます。作者さんが僕も原作者として全力で関わってますとおっしゃってるので、期待して待つしかないですね。皆さんはチラムネアニメ化どう思いましたでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。2025年ということで早いっすね。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。